いただきます。うめえ。はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。というわけでですね、こちら、カズマックスブレンド2がね、出来上がったということで、はい、今日はこのアナウンスの動画でございます。いや本当にね、前回のカズマックスファーストブレンドの、ご購入本当に皆さんありがとうございました。たくさんお買い上げいただいただけではなくですね、本当にツイッターや、インスタグラムを通じてたくさんの方から美味しかったよと、よかったよと、いうねお声をたくさんいただいてですね、でそれで、まあ、今回の第2弾につながりました。今回のコンセプトはズバリ夏ブレンドです。はい、最近まあかなり暑いですからね、この暑さをぶっ飛ばすようなこうしっかりとした味わいのアイスコーヒーを作れるような、コーヒーを作りました。でもしっかりだからといって苦すぎるってわけでもなく、ちょっと甘さも加えて飲みやすさとしっかり感をこう融合させたような、共存させたような、ブレンドを目指しました。まあ、前回のファーストブレンドが甘く柔らかくこうフルーティーな感じ、華やかな感じだったから、ちょっとそれから変えて微妙にこう焙煎を深くしてしっかり感を出して、なんていうかコーヒーしてる感じの味を作りました。もう本当にね、うまいのよこれ。うまい。ホットでももちろんいけるし、こうやってアイスでも水出しでもこう柔らかくね、しっかり感を感じられるコーヒーだと思います。まあ慣れないセールスとかこの辺にして、まあ、とりあえずもう僕が言いたいことは一つです。本当皆さんありがとうございます。皆さんのおかげでね、こうやってカズマックスブレンド2を僕好みの、コーヒーをね、作り上げることができました。またお買い上げいただいて、まあ、同じくね、こうやって同じコーヒーを感じていただけたら嬉しいです。で今回も前回と同じようにね、カズマックスの、カードが新しくできましたんで、これがつきます。裏も書いてあります。で今回の販売形態なんですけど、ちょっと前回と変えてます。今回は個数限定なしです。まあ、前回も決してね、こうプリミア感が欲しくて100っていう数字を決めていたわけではなく、単純にこう目安が欲しかったんですよ。でそれが前回である程度つかめましたし、それに加えてもう一つ、前回ですね、おカフェさんバージョンもアバウタスさんバージョンもあまりにも注文数が入りすぎて、であと注文から発送までの時期を決めていなかったので、こう店がね、あまりにも注文が多すぎて回らなくなってしまって、最初に注文された方と後の方に注文された方でものすごく発送時期にムラが生まれてしまったんですね。早い話、準備期間が足りなかったってことです。はい、というわけで、今回のこのカズマックスセカンドブレンドサマーブレンドは、期間限定受注生産にさせていただきたいと思います。今日今この時から、8月の10日までですね、注文を受け付けまして、その1週間後、大体まあ盆明けくらいから、発送を始めさせていただきます。そうすれば1週間で、ね、焙煎の日が取れるし、あと皆さんも、今の手持ちのこう豆とのこうスケジューリング、やりくりができると思うんですね。まあそんな感じで今回やらせていただきたいと思います。いや、ぜひぜひ飲んでほしい、このカズマックスサマーブレンド。水出しもキューレーもホットももう全部うまいから。前回とはね、また違った魅力があると思います。ぜひぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。であとこの後ね、まあ前回と同じくこれを作った、風景が流れますので、もしよろしければお付き合いください。はい、というわけでじゃあ一旦締めます。今日のカズマックスの、コーヒーワールドでございました。じゃあ引き続きどうぞ。はい、というわけで、2回目のアバウトアスコーヒーさんに来ております。今日はこれから2つ目のカズマックスブレンドですね、を作っていきたいと思います。夏ブレンドですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。まさか焙煎機が壊れるとは思わなかったですか。まさかね、本当にあんなに出るとは思わなかったです、はい、焼きすぎて釜が止まったそうです。釜が止まりました。前回の豆は、万人受けする、要は、飲みやすいコーヒーというのをまあ主軸に、はい、甘く柔らかい感じに仕上げましたよね。そうですね。カッピングをここでさせていただいて、僕の好みが、そんな感じだったね。とりあえず、まあ、一発目ということで、うん、それを反映させるのを作ろうってことだったんですけど、今回どうしましょう。どうしましょう。どうしましょう。
一応、はい、第1弾のお豆、はい、横でカッピングできるように。あ、これがカズマックスブレンドですか。はい、あ、ありがとうございます。カズマックスファーストブレンドファーストブレンド、セカンドブレンドを作っていきましょう。もう置いてます。はい、とりあえず夏ブレンドなんで、やっぱりアイスコーヒーも想定したいんですよね。はい、ホットでも美味しいし、アイスコーヒーでも美味しいという、ちょっと欲張りなブレンド。アイスコーヒーっていうとやっぱりなんかこうしっかりめっていうイメージではあるんですけど、まあ、今回というか前回あのカズマックスブレンドを作って視聴者さんの反応とかもいろいろ見させていただいた上で、なんかこうやっぱり、まあ、飲みやすいコーヒーっていうのはやっぱりみんなに受け入れられるんだなっていうのはそうよく分かったんで、うん、あんまりこうアイスコーヒーだからといってこう苦味に振りすぎるのもちょっと飲みづらい人もいるのかなとも思いますし、うん、僕もまあそんな毎回そんな強いのをごくごく飲むタイプでもないので、ちょっと苦味に振りすぎないようにけどしっかりアイスで飲める、いい塩梅のところを、そうですねっていうのを目指して、はい、はい、いいですか。はい、もちろん、よろしくお願いします。前回とちょっとだけ豆も違うんでね、はい、豆が変わるだけでも少し変わるかもしれないですしね。はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回12種類あります。はい、はい、12種類。はい、うちも今次の仕入れを考えてたんで、はい、それも含めてめっちゃあるんですよ。とりあえずじゃあこの12種類を飲みましょう。飲みましょうか。12種類すごい、すごいですね。ゲーデーブル、これがウイスキーっぽいやつ。あ、スコッチ、スコッチで、これはウォッシュドです。エチオピアの、うん、コロンビアのケイシャとブラジル、7つの豆が新参者で、はい、了解です。はい、あ、いい香り、うん、やっぱり全体的に前回より色が濃いですね。すごい量、ゴールがすごい遠い。えらいことになったな。はい、というわけで、出揃いました。12種類ですね。12種類です。ものすごい数ですが、その中から、じゃあ第2弾のカズマックスブレンドを作る豆を決めていきましょう。はい、結構もう今の時点で香りすごいやつもあるんで、はい、飲んで驚くと思いますが、そんなに。はい、とりあえずじゃあこの辺がまず前回使った豆というか前回味見した豆。はい、あ、シャッフルしました。あ、シャッフルしました。ちょっと産地ごとにちょっとまとめてます、今。なるほど。はい、味見をさせていただきます。はい、ウイスキーですか。おお、やっぱ深いですね。深いです。このくらいあった方がアイスコーヒーの良さそう。おほほですか。はい、おほほな味ですか。楽しみです。楽しみです。ああ、例のやつですね。はい、これはもう普通にうちで朝入りに出すのがすごい楽しみです。シングルで楽しみたい感じですかね。あ、でも入れてもいいと思いますけどね。うん、面白いですよ。ちょっと単価上がりますけど。あ、やっぱブラジルしっかりしてる。あ、やっぱアイスコーヒーだとブラジルもいるのかな。 いるというか、まああったら、うん、しっかり感はしっかり出ますよね、うん、コーヒーしてる。キャッチャー安心。よし来いっていうね。コロンビアの傾斜、傾斜コロンビアがね、うん、お、このエチオピアとコロンビアじゃコロンビアの芸者の方が好きですね。より甘い、うん、より甘い、甘い、やっぱナチュラルの方が甘みがあって、うんうん、好きですかね。そうですね、やっぱりとカッピングによって、あ、僕はナチュラルが好きなんだなっていうのがすごいよく分かったんで、
それから甘さにこうなんだろう自分の味わい方も甘さにフォーカスして、うん、あこの辺楽しむとあいいなっていうのがなんか自分の舌の使い方がだんだん分かるようになったからより楽しめるようになってる。なんだろうやっぱり深くすると、はい、浅入りというか、まあ、前回のちょっと浅めの焙煎度の時よりこう個性がやっぱ若干消えてくるというか夜、似通る、うん、似通るから明確な違いって分かりづらいですね。そうです めちゃめちゃ分かるのかな、やっぱ芸者ぐらい、うん、じゃあ例のピンクブルボンですね。はい、もう口に滑り込ませる前から香りがふわっと広がったすごいすごい、これはすごい。え、これはシングルで飲みたいなって思っちゃう。残る、こんな深くしてここまで残んねんなっていう、うん、すごいね。いや、これはシングルでしょシングルで飲みたい。うまいうまい、これはうまい、うまい。あ、でもそれぞれうまい。毎回こう、前回もでしたけど飲みすぎてなくなっちゃうから気をつけないと。やっぱりこれもナチュラルなんで甘みはあるんですよ、しっかり。ただ、今後のフレーバーが強すぎてそうですね、今ちょっとわけわかんなくなってますこれは、焼きたてですか？これ昨日ですね。なんかちょっと舌先にツンときますね、うん、ちょっとなんか、痺れる感じが残る。そうですね。で、一回一通り飲んだから、これから飲み比べですね、今度は。まあ、この順番じゃないとまた印象が変わるかもしれないですね。そうですね。アイスは急冷で入れてます？アイスはそうですね、半々くらいですかね。急冷、ほぼほぼ今までは急冷ばっかりだったんですけど、あの前にあこのハリオのこれね、多分ねカズマックスさんが紹介したからか知らねえ、はい、メーカーソールドアウトしてるんですよ。え、そうなんですか仕入れたいのに仕入れれないんですよいやでもだってこれ本当にいいっすもん。これを買ってから半々くらいですね、水出しと急冷とホットとアイス両方考えるとやっぱ難しいっすね。とりあえず前回話したプレミックスとアフターミックスに関してはアフターミックスでやっぱ行きたいんですよ、はい、やっぱりアフターミックス良かったですか？アフターミックス良かった気がします。あ、前回とはまた違った意味で難しいな、ね、前は3種類、別に3種類なくてもいいですね、4種類とか。あ、そうですね、うんうん、あとやっぱり前回ものすごく数が出たからみんなが飲んでくれるんだろうなって思うとここ頭のどこかで当たり障りない、なるべくトゲの少ないっていうのを考えがちだけど、でも皆さんね、カズマックスが好きなのがやっぱり一番主軸だから、ちょっとそれを忘れないようにしないと。そう、普段飲みできるとか万人受けすると当たり障りがないは違うからきっと、うん、いやでもこれ美味しいな落ち着くなぁ。チーズケーキ食べたいな、さっき。いやいや、チーズケーキ食べたいな。ファーストブレンド、これ本当うまいですね。ああ、音するね。これ単体で見ると、うん、正直あんま好みではないんですよ、うん、だけど、ちょっと混ぜるとあるかもしれない。入れたらありかもしれない。一旦他のと混ぜてみて。はい、僕のはい焙煎を教わってた時の話の一つで、はい、違う国とかを混ぜるとその土壌が持ってる酸の性質が違うから、はい、酸の性質の数が増えれば増えるほど味が複雑になるから、うん、人は美味しいって思いやすくなる。あ、複雑味がある方が美味しいって思いやすくなる、うんうんうん、液体の持ってる情報量が多いからドーンと、おお、濃厚とは違うけどという意味では混ぜるのはありかもしれない、うん、ちょっと少なめに入れてみよう。じゃあ、耳の後ろをカニカマるんですごいかゆいちょっと、大事な時に笑ってくださいよちょっと入ってたかいなうんうん、あ、うん、はい、これならありだな。え、何と何混ぜましたか？やつと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 やつを半分、うん、このくらいになったら、それもなんかヨーグルト感あるあ、でもやっぱこいつ安定のうまさですね。僕やっぱこれ好きだな。あ、ほんまですか？
前回のウイスキー、これの浅入りをしかもうちに来た時に多分初めて飲んでいただいたやつ、ね、ああそっか、そんな話しましたね、ワイングラスの。うん、やっぱこれ好きですね。でもだんだん冷めてきたからアイスにも近くなってきましたね、うん、あ、冷めるとこんな感じになるんだ。あ、これ後味がすごい好きだな、うん、今回は、うん、あの前回ほどなんだろう、これじゃないなっていうのがあんまりないんですよね。おお、なんかあんまり弾けないから、酸が抑えられてるからですか、うん、ちょっと不快分、そうですね、そんな気はしますね。じゃあ今回はあんま弾かずにもうとりあえず片っ端から合わせてみて良さげなやつを。前よりナチュラル多いですしね、甘み強いやつ結構、うんうんうん、まあ、やっぱ甘み強い方が苦み酸味に振り切れてるよりもこうなんだろう、クッションホットでもアイスでもやっぱ飲みやすいから、うん、僕もそっちの方が好きなんですよ。結果するかなこれ。ちょっと違うなこれ。今回は鬼畜ですね。今回ちょっとだいぶ困りますね。外せない。ブラジルかな、ブラジル。そう、なんか別にね、絶対入れないといけないって悪いじゃないですからね。うん、ちなみにあの前回のブレンドを作った時にあの沢野井さん、あの後からおっしゃってましたけど、 あくまでカズマックス主軸で、うん、はい、味を決めたいからなるべくこう影に徹するようにしたみたいな、はい、感じのことをおっしゃってましたけど、一回あの沢野井さんの好み的なものを自分でもこんなに出してブレンドするもんないすごい、カズマックスブレンド大盤振る舞いですね、はい、僕の好み、沢野井さんの好み、ちょっとあの横島な発想入りそうなんで。横島の発想って何ですか。これ大量に仕入れやすいなみたいな。そこはちょっと捨てていただいて、ピュアな目で、ピュアな舌で、そう、単純に好きなやつ。単純に好きなやつ、仕入れとか一切関係なく商売っ気なしで単純に好きなやつ、これ使っちゃう。っていうかお客さんの価格も高くなっちゃうんですねこれ。あと純粋にこの、 あの焙煎度帯でいい感じの味わい1個見たいだけなんで、うん、好きかもしれない、好きかもしれない。これね、2杯、はい、2杯、1杯、2杯、なんか残るんですけど、丸く収まる。そうですね、うん、それやっぱベースになって、うん、で、極力ナチュラルだけじゃなくてウォッシュドとナチュラルってやっぱり生成方法が違うから、できる生成物が変わるんで、うん、両方混ぜたかったです、複雑にしたかったから。うん、でも美味しい、うん、うん、やっぱり味の方向性を決定づけるのは僕はこれが好きだから、うん、これを、僕はこれをベースに使いたいです。で、さっきこれをちょっと入れたのはすごく良かったから、うん、ベース、それがベースで、ここに何か足そう、うわっ、うん、そう、割と焼きたての豆はこうやってなんだ、釜から出した後でも後からパチって弾けることもあるそうです。ポルター返すみたいな。ほんとビビりましたよ。ラップ音みたいな。しかもこの子は結構ね、1年間安定して仕入れる。ああ、そうなんですね。てか、うまい、うまい、うまい、本当にうまい。この2つがうまい。冷えてきたら余計にうまくなりました、まあ、コーヒーは完全に好みですからね。完全に万人は難しいですよね。1半にします。1半、冷たい状態で飲んだらすごくなんかいい感じを受けましたね。あ、要は冷たい時って味じゃないですか、舌に受けるの。アイスだったらこれでいってもありだな。ホットにしたらどうなのかな。一回入れてみていいですか。あ、いいですよ。あ、ドリップ、ドリップ、はい。やっぱでもブレンドって面白いっすね。ほんと、ね、ほんと終わりが見えん、ね、終わらせないと終わらない。見えてくるもんじゃないっすね。
鍵渡すんで、あの、はい、閉めて帰る。でもなんか結構適当に入れても美味しいって思ってる人が多いですよね。なんかもっとオブラートに言いたいんですけど見つからないですけど。確かに適当に入れても美味しいけど、うん、適当の意味が違うというか、うん、なんというか、ちゃんと測って入れなあかんねやって言われる方が結構多くて、メジャーで何杯、お湯も量を決めてない、うんうん、量をちゃんと測ってねっていうところを言ったら驚かれるんですよ。ああ、もうそもそもその発想がないんですよ。別にだ、あの測ることをちゃんと知った上でいろいろきっちりやるとこういう味にこう固定しやすいよっていう、そういうのが分かった上で崩すとか、そうそうそう、測らないとかはありだけど、うん、知らないと本当になんかこう基準がないから、そうそうそう、もうブレッブレになるから、シュハリの種をまず皆さん知らないっていうか、うんうんうん、あ、シュハリ、あー、そうですね、種を知らなくて最初からハーとかリーから始めるから、うんうんうん、コーヒーって酸っぱいとか苦いとか、その種、ね、種を知ってほしい。結構メディアとかだとハーとかリーから始まって出来上がったものがおしゃれに綺麗に手軽にとか言われていて、種がないから、で、その種をやってもらうためにはやっぱりグラインダーが必要なんですよね。そう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 。本当にまずグラインダー、ほんまにミルを買ってほしい、本当に買ってほしい。でもだから、あの前回のカズマックスブレンドの注文がほぼほぼ豆だったのがすごい嬉しかった、うん、そう、本当に多分 1% にも満たないぐらいの方しか粉で買ってなくて、めっちゃ嬉しかった、嬉しかったですね。その情報本当に嬉しかった。やっぱりコーヒーを入れるってなると、ね、あ、入れてみたい、入れてる感覚ってすごくこれ分かりやすいから、やっぱこれをまず買うけど、そう、やっぱ見るから、粉にした時からもう香りは揮発性だからもう飛んでいってしまうし、酸化の速度も早まるし、そうすると豆の品質はどんどん、こうなんだろう、変わっていっちゃうから、豆は宝箱だから、そう、開ける鍵を持っておいて引いた時にふわっと、ね、ああいい香りってなるような、そんな豆を、はい、作らねば、作らねば、作らねば、話を戻さねば、話を戻さねば。本当なんかコーヒーやってるといろいろあっちこっち行きますよね。ね、よし、はい、それではまず1回目ブレンドします。では今日はお気に入りの、オリーブウッドのドリッパーを持ってきました。前回はあのお借りしたので、売ってないんで欲しいんですよ。よければ、はい、置いて帰忘れてもらって、いや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 。おお、めちゃめちゃ膨らみますね。すごいな。今生放送みたいに跳ねろってちょっと思ったんですけど。いい香り。たまにやりますからね。だってめっちゃいい香りなんですもん。こんだけいい香りしたら近くで嗅ぎたくなるでしょ。おー、元気や。OK、できました。じゃあ、いただきます。意外にこの子来る。そうですね。なんか思ったよりこれそんな来ないです、うん。イメージしてるのとちょっと違う。ちょっともうちょっとあれ減らしますか、うん。もしくは他のやつをちょっと足してあれ成分減らして。うん。うん、でも美味しいですね。うん。でも多分イメージされてるのもうちょっと甘みが欲しいみたいな感じですか。そうですね。じゃあ次アイス。
まあ、アイスにすると優しくなりますね、はい、うん、でもやっぱそれはきますね、うん、個性強い豆って扱うの難しいですね。こんなに来るんだ。でも美味しいな、うんうん、まあ基本美味しいですよね、やっぱね。そうですね。からこそ選ぶのが難しい。うん、もうちょっと僕好みに引っ張りたい。じゃあ一旦ちょっとあれを減らしてみましょう、はい、配合を変えて、はい、じゃあこれを6、うん、1、3くらいにした方がいいのかな。やってみましょう。やってみましょう。来い。元気ですね。元気ですね。でもやっぱり自分好みの味を探っていくのって面白いですね、うん、やろうと思ったらだって一生できますもんね。本当に生放送中ずっと多分できるでしょ。はい、それではテイク2いただきましょう。はい、こいこい、いただきます。あ、優しく、うん、うんうん、あ、甘さが分かるようになった、うん、うんうん、あ、さっきよりお、好みによりました。そんな気がします、うん、やっぱ僕は甘さが好きですね。甘さにやっぱ振り切ってはないけど、飲みやすさを助けるレベルの、うん、あ、これは僕は普段飲みできる、うん、普段飲みしたい。あ、うまっ。早っ。早っ。うん、ちょっと夏を感じる気もする。夏に飲んでも疲れない、うん、うだるような朝の中で帰ってきて結構どぎついコーヒー飲むと結構疲れそうな気もするけど、このくらいだったら優しくスッと重すぎホットでもまあ飲めそうな、うん、アイスも、あ、アイス、じゃあ、あ、すごいすっきり、うん、お茶、お茶ですね。でこれが水出しとかにしたらより多分優しくなるから。今で88度でしたっけ。88度でした。温度低いけど、うん、濃く出しても美味しそうですね。あ、83度ぐらいだけどもっと濃度濃く、うん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 、美味しそうですね。あと前回も合わせて浅めの焙煎度と今回のちょっと深めの焙煎度と合わせて自分のブレンドを作ってみて、なんかやっぱ好みが、あ、この辺なんだなっていうのがより分かるようになってきたというか、うん、その好みに合ってる気がする、うん、美味しいですね、うん、うまい。なんかできてしまった。からよ、ここにこれ足したらどうなるんやろって今ちょっと思った。多分終わりがないですよね、多分ね。終わりがないですね。よし、これだ、完成、ドーンじゃなくて、できた、うまいな、ね、どうしようかなみたいな。これかとか、なんか落ち着かせるかとか、うんうんうん、あえてこれでうんうん、うん、よりカスタマイズはできていくけど終わりがないですね。ね、なんかあれですね。できちゃいましたね。ベースみたいな。うん。多分カズマックスベース。うん、次の名前カズマックスベース。カズマックスベース。いや、これ買って他のシングルオリティに買ってカスタマイズ楽しんでください。アレンジ自由ですよみたいな、はい。美味しいベースは作ったんでここからいじってもいいですよみたいな。はい、さっきのね、あのピンクブルボン入れても面白そうですよ ね。まあ多分あの動画的には。どうもーもやった方がいいと思うんですけど、あの、できました。できました。はい、これはできました。できました。まあ、いつかね、そのドーンもね、うん、ドーンもねやれたら、ね、やりたいですね、うん、今僕は動画をどうやって締めようかな。なんかゴールだけどスタートが見えた気がする感じのね、うんうん、新たなスタートがどこにでも行けるよみたいな。
でもきっと僕好みとか、うん、この中で言ったら一番僕に適した拠点がドーンとできた気がします。よし、オッケーできました。なんか、はい、なんかあれですね、はい、着地が綺麗すぎて逆にそうですねうんうん、腑に落ちすぎたんですか。腑に落ちすぎましたね。なんかこう難関とかがなかったど真ん中投げたつもりじゃないのにど真ん中に行った感じのあれどうしようみたいな感じになりました山はないですけどあのできましたまあこういうのがあるからブレンドは面白いってことですねというあの、はい、無理やりなはい、じゃあこれで縁の竹丸でございますがはい、それでは一旦終わりにしましょう。はい、はい、というわけでじゃあこれでカズマックスブレンド2完成ということで、夏ブレンドですね、ホットでもアイス、新種でもキューレでも美味しく飲めるコーヒー出来上がりました。下に概要欄に、ね、リンク貼っておくんで、もしよろしければ、チェックしてみてください。はい、というわけでじゃあ今日のカズマックスの、コーヒーワールド、はい、カズマックスブレンド2の制作動画でございました。それではまた次回お会いしましょう。じゃあねまたこれですね言っちゃった、先に言っちゃったすいません、毎回お付き合いありがとうございます。